はい、2月3日、立春です。昨日がね、節分で。真冬の、ここは三峯公園に来てます。桜が、まあ、こんな感じです。冬にじっと耐えて、春に花を咲かせるというね。今は冬景色です。さっきまでね、雪が超いっぱい降ってたんですけど、まあ、積もるほどじゃなくてね、こんな感じです。散歩は気持ちいいな。せっかくだからちょっと一周していこう。ここはね、まあ戦争の時にっていうんですかね、幼年学校だったところらしいですね。まあ詳しくは分かんないですけど、要は戦争に行くためにその洗脳してたっていうか、教育してたっていうか、まあ学校があったみたいですね。三峯公園から見える景色こんな感じです。ずっと南の方が見えてますね。こんな感じで南の方が見えてます。さあ帰ります。はい、おはようございます。今日はこのように雪が降ってます。まあ、動画だと分かりづらいと思うんですけどね、まあ、屋根にある白い雪で雪があるっていうのがお分かりだと思います。昨日ね、三峯公園行った動画撮りましたんで、まあ、それと合わせてアップしたいと思いますけど、今日はまあこんな状況ですからね、外乗れません。なので朝から家でローラー漕いでます。で、昨日ね、40% オフで、トレーニングピークス、まあ、ご存知の方多いと思いますけど、トレーニングピークスって言ってね、まあ、自分の練習、まあ、パワーですね、パワートレーニングを管理できるっていうね。だから全部の自転車にパワーメーターと、あとその都度ね、心拍計つけないといけないんですけど、まあ、ざっくりとね、私通勤に使ってる自転車と、あとシステム6にはパワーメーターついてないんで、まあそのうちね揃えたいとは思ってますけど、今はスクルトゥーラだけに、クランクつけてるんで、クランク式のねパワーメーターつけてるんで、今日はね、まあ、いつも私乗り出せるように玄関にシステム6を置いてて、部屋の壁にねラックにかけてるのがスクルトゥーラ、スクルトゥーラをラックにかけてるんですけど、それ入れ替えてね、部屋の方にシステム6飾って、まあ、玄関のところにスクルトゥーラを置いて、いつでもパワーメーター付きのね方を乗れるように今日はやりたいと思います。まあ、しまう前にね掃除したり、あとスクルトゥーラにペダルついてないんで、システム6の方から移したいと思います。まあ、そんな感じで今日はスタートします。よろしくお願いします。この降り方は仙台じゃないな。本当に吹雪いてます。すごいですね。めったにないですよこれ。雪国ですね。今まで本を読んでました。ちょっとこれからも続きを読みます。やっと晴れました。本当に全然違う。太陽出てきました。やっぱり西側から雲が入ってくると、山形から雲が入ってくるとすごいことになりますね。よかった、晴れました。